聴ありがとうございます。トロピー大塚です。今回ですね、基本セット2020で翌日にハレリアトロメセンターで行われた環境ウイジン戦準優勝のシビックラッシュを紹介したいと思います。まずはデッキリスト見てみましょう。その名の通り瞬速持ちクリーチャーとインスタントのみで構成されています。カウンターで相手の行動を縛って一方的に攻撃を通していくというコンセプトになります。そして新カードのヨブレの復兵、これが本当に強い。自分のメインフェーズに動くことがほとんどないんで、狼トークを毎ターン出して盤面を制圧できちゃいます。基本セット2020で瞬速持ちクリーチャーが大幅に増えたことによって、登場したこのフジシビックラッシュというデッキ、早速対戦やっていきましょう。さあ初手は、かなりバランスいい手札ですね。キープします。クリーチャーカウンター土地の配分完璧ですね。これターンもらってラウンドセット、そのままエンドで、相手はエスパーですね。エンドに円錐割れの殺し屋、ラウンドセットして攻撃、そしてターン終了。おっと、時をほぐすものテフェリー、いや天敵ですね。もちろんカウンターします。まあね、このデッキにとって一番厄介なカードなんで絶対に通せないです。そして長方はこのままで、タターンもらって攻撃、今度は3点仲間へとエンドします。相手は肉技場の叫び、ここは幽体の花火を出してサイズアップでやり過ごしましょう。悪意ある妨害は温存します。タイムなら殺し屋を追加します。さあ5-4攻撃して合計で7点、もちろん構えてエンドします。相手は K の誓い、これはさっき取っておいた悪意ある妨害で打ち消します。さあこれで打点はなりますね。とここで死闘了です。さあ2戦目やっていきます。初手は、一応2マナ息の武器は確保できているのでキープしましょう。相手は島セットで終了、こちらも島セットで終了します。ここで選択、相手もシミックからですね、ターンもらってラウンドセット構えて終わりです。相手もラウンドセットで終わりのようですね。では殺し屋出します。そしてラウンドセット攻撃、対応してマンホークのペデンシ、いやまさかのミラーか。ここは相打ちでいいでしょう。このターンも構えておきます。相手は土地を置いてエイドですね。さあ2体目の殺し屋出します。これは今神秘化でカウンターか、ならばメインフェーズの今のうちに4ブレの復兵通しておきますか。相手もヨブレの復兵出してきたか、ターン返ってきましたが、このまま終了でトークンが出ます。相手もおそらくメインでは動かないでしょうね。終了ステップ入る前に選択を打ちます。ここは土地欲しいのでこのまま引きます。さあこのターンもメインでは動きません。相手も動きませんね。狼トークンを出されたくないんで、ここはメインツーの終わりにペテンシを出します。です帰りマキシンピカ、ここは相手ターンだし勝負していい盤面かな。本質の産卵が悪意ある妨害か、カード使わせたんで、ヨブレの復兵のトークン生成も邪魔できたんで、よしとしましょう。もう1枚ペテンシ引いてきましたね。このターンもこのままエンドします。相手もそのまま終了ですね。ではまた終了ステップ前にマーホークのペテンシ、相手は対応してヨムレの復兵、これは悪意ある妨害でカウンターします。さっきの攻防でカウンター消費させられたのが良かったですね。長方は後続を立てるんでこのままで、ペテンシが着地してヨムレの復兵をタップします。ここカウンター師匠がどちらにせよトークン生成を邪魔できるんで、ペテンシはミラーマッチでは使いどころが大事ですね。さあ狼トークンで攻撃します。相手は全てブロック、相打ちですね。こちらはエンドでトークンを出します。相手も何もせずトークン生成、ターンもらって神秘の神殿をセットします。
前日は下で、まあ、簡単に前握ってるんで、さあこのままターン終了で、こちらキャストしてきましたね。ここはエリマキシンピカで対応します。まあ、遠くは出ないんですけど、盤面は補強できます。相手も何もせずに遠くまでできます。このまま終了で、とここで相関か、まあ通してカウンター引かれる前にまたすぐ出し直します。さあ睨み合いですね。お、ここで2枚目のグムレの復兵引いたのはいいですね。まあこのターンはこのままターンエンドで、さあ1ターン、まあ何もしませんね。ではメイン2の終わりに相関、相手のグムレの復兵をバウンスします。まあ相手の出し直しには悪意ある妨害。さあでは攻撃、2体相手ですね。ターンエンドで、ここでマーフォークのペテンシー、うん、まあこれは通していいでしょう。ヨブレの復兵はタップされます。トークンも出ません。相手の攻撃は4点、ここはスルーしてエンドに円錐生まれの殺し屋、これ全部で12点あるんでカウンターか瞬速のブロッカーが必要になります。さあ相手は本質の産卵、しかしここで本命のヨブレの復兵、よし通りました。ここで投了。シミッククラッシュいかがでしたでしょうか。それではデッキリスト見てみましょう。序盤は円錐生まれの殺し屋から動けると最適ですね。相手が何もしなければ金属持ちクリーチャーを展開して、相手が何か唱えてきたらカウンターという動きが基本です。こういうクロックパーミッションは打点が低くて、ライフを削り切るのに時間がかかったり、まあ、クリーチャー主体のデッキに盤面を取られがちだったんですけれども、この円錐生まれの殺し屋はどんどんサイズアップしていくし、このヨブレの復兵は1枚で戦線を築くことができるんで、かなり弱点を克服してるんじゃないかなと思います。非常に強力なデッキなんですけれども、木をほぐすものデフェリという点的には要注意です。インスタントタイミングで呪文を唱えることができなくなってしまうんで、まあ、このデッキはたちまち機能不全に陥ってしまいます。相手デフェリが入ってそうだなっていうデッキ、相手には常に警戒しておきましょう。前に基本セット2020、期待のカード10選という動画でヨブレの復兵上げてたんですけども、期待通り強かったですね。しかもデッキの核になっていて、よし当たったみたいな。しかも新環境で大活躍してるんで、ぜひぜひこのシミックラッシュというデッキ組んでみてください。というわけで今回は以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。